大分市の県立大分上野ヶ丘高校では、明日から始まる大学入学共通テストを受験する3年生311人の激励壮行会が行われました。会では久保田圭司校長が頑張ろう三章でエールを送った後、生徒はおよそ30年前から続く上野ヶ丘伝統の天突きを行いました。天突きは試験で良い点がつくようにとの願いが込められています。最高でした。気分が上がって共通テストも全力で取り組めると思います。明日に向けて緊張してたんですけど、緊張がちょっと解けて改めて頑張ろうっていう気持ちになりました。受験生は大きな掛け声とともに天に向かって両手を突き上げ、お互いの健闘を誓いました。